見てえ、犬使いのカルノくんバラ色 TV なくなったナポリタンはい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 ピーここが長くなってますよはなしみたいおにぎりちゃん待っておにぎりちゃんおにぎりちゃんおにぎりちゃんやめろお父さんよりじゃがいもって呼ばれてるなここにヒゲピタ貼ってるみたいなギュッてやったらあ、カメラ目線いただいてますねカメラ目線いただいてます顔むくみまくってまたおぶつですけどお前やほらここにヒゲピタ貼ってみたいな素の顔なんなほら人生伸びて笑かしてくれるわめっちゃ毛生えてきてるほら毛並みがほら毛並みなのねいやでもほらこうやってやったらもうここの産毛がさまっすぐになってるやん毛並みやっぱ早いね若いから若いからもう毛並みじゃないほんとあー泣くっしょだねはなくしょだねはなくしょおばさんたかちゃんから荷物が届いたから開けます見てエルメスええ？お手紙までありがとうございます開けるで、うん、あなんかさ紐紐って言ったかなリボンめっちゃ可愛くなってるエルメス2022バージョンこんな可愛いや、うん、知らんけどえめっちゃ可愛くなってる開けまーすなんやあポーチや可愛いうんおむつ入れとかにしてってことかなどんなシャレたんかわいいへやったありがとうございます喜ぶの下手かえやったありがとうございます喜んでるで全力でかわいいしゃっくりしてんの。はい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 。
深夜のおむつ替えっていうか、絶対もこしてるね。めっちゃ臭いわ。もうでもそんな言うたらんといて。けどもうすやすや寝てるからかわいい。マリア赤ちゃんおめでとう。子供に何ちゅうことさせんやん。こうちゃん、こうちゃん何かわさせないのにな。ありがとう。こうちゃん顔見せて。こうちゃん顔見せて。ありがとう。持っていい？いいよ。やばいやん、泣いてるやんこいつまた。泣いてない。ほんまに？大丈夫。ありがとう。はい、子供ないさしてんやん。いや、これ。はい。ちょっとめっちゃちっちゃいね。こっちゃんもうやん、赤ちゃんやまだ。赤ちゃんちゃうな、もう。こっちゃん赤ちゃんや。こっちゃん、お兄ちゃん。え？え？守ってるね。ミルクを取られるように守ってる。寝てまんじゃん。ねえへんかな、どうやろう。そうだ、まだ寝てへんの。あんた手冷たっ。開けたい。結構せんでいいの？あ、結構今させるんだけど。あ、レンガかもしれない。あんた、結構せんでいいの？なんか変な人おる。死ぬ、かわいい。見ててもらえる。ほったらかしの子供。かわいい。泣きそうなる。うそ。かわいい。みんな演技派やな。あ、演技派よ。ああ。パパ見てんの。パパ見てんの。睨んでんね。ママ見てんの？ふふしたい。まあよな、ママも話したくない。みんな手詰めたの。全然話さんやん、こいつ。2個待っとんねん。お前。頭ここ乗せたって。あ、リコが抱くとやっぱそんなに小さくないな。お前やな。うん。スケモン立てや。スケモン持ってる？リコちゃん次小学校1年生。な、射程や射程にしたってや。子供が子供持ってる。かわいい。めっちゃかわいい。あ、あのいちご狩りの時は。ねえねえ、リコの頃これ抱っこした。でももう嫌がってるわ。え？もう嫌がってるわ。ずっとこうやってやってたのに。で、このおばちゃん全然まだ話もっと話さへん。2回目やん。リコ、まだこお父さん、パパにこうやって抱っこしてもらう？たまにはな。たまにしてもらおう。朝パパに抱っこしてっていうの？うん、みたいな感じで。なんか、あっ、あチャリ、何よりこっちゃんの洋服汚れたんじゃん。大丈夫、大丈夫、そんな赤ちゃんが赤ちゃん抱いてる。こっちゃんの洋服汚れたんじゃ大丈夫？大丈夫やな。飲んだばっかやからな。先輩母ちゃん、先輩母ちゃん必死に拭いてくれてる。いいいいいい。何よりこっちゃんはさ、大丈夫？こっちゃんの服。大丈夫、まだこっちゃん。スタジオアリスとかに越してるよ。ペコちゃん。
ちゃん、弟か妹どっちが欲しい？妹。妹がいいね。ね、ごめん。写真送るか。とりあえず。いただきました。ありがとう。ベビーカー買います。あ、ありがとう、帽子や。帽子めっちゃあるやん、あいつ。なんかうまいことをかぶれるのがやっぱなくて、なんていうのサイズ。あー、なるほどな。これ今やと思う。今度はいいやん。いい？もちろん、あげてるよ。かわいいな。今の帽子はあんまないな。やし、ちょっと気に入った。あ、なんかこんなんついてる。え、なに？これでもまだ大きいな。ほら、3ヶ月ぐらいのはずやねんけど、まだやっぱりちょっと。だってこの子まだ1ヶ月になんかしたから。いいやん。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。いいね。ハゲチャミが隠れたね。お前。え？すん。笑ってるか。え、先を抱えた方がいい。あ、それ動画撮れんの？そうやね。うら。おい。おい。やったぜ。結構ここが痛い。痛いな、歯やな。ガシって握るから。だって落としたらあかんから。こっちゃんはどう？こっちゃんもして。こっちゃんちょっとだけ抱っこさして。いやって。ちょっとだけ。ちょっとだけ。じゃあ。よし、来た。恥ずかしいや、もうやめる。よいしょ。よいしょ。はい。え？なかったで？なかった。なっちゃう。なっちゃう。なっちゃう。何それ？だからまだ泣いてない。これな。地獄クラスやし。うん。カズのネイルがやってるやつを。へぇ、えー、カズがやってる。カズの部屋ここやで。え、ここ、うん、入っていいよ。めっちゃストレッチしてる。そうやで。ストレッチしてんの。そうやで。ね、なんで途中なの。あ、あれリコや、足怪我してる時のリコや。生まれてくれるの。ここが大変で。そう。タイミング笑ってる？いや笑ってたな、さっき。ね。ダメさ、にひ、に、にやあ、まだな、あっちやろ。あやお子ちゃん、べったりやな。なんてこったい。こちゃん、パパとカズマのうちが好きやったっけ。いいやいやゆかはこんな子で。かわいい、かわいい、こっちゃん。ゆかに抱っこしてもらって嬉しいわ。タッチ。手が舞うから。タッチ。どうぞ。白いから毛が落ちてるってそんなわからない。そう。赤ちゃんみたい。お前に赤ちゃんだけして上手やな。いいやん。よかったな、くれる。ありがとうございます。バイバイ。よいお年を。また遊びに来てね。
ゃん、お父さんの指と紐握って喧嘩売ってんの？この顔は喧嘩売ってるよ。喧嘩売ってるな、カメラ目線で。全然話さない。紐お父さんが大好きなのか、構えや、構ってくれやって言ってんの。ねんねしてください。髪の毛ピンクにしたマリエージョ、どうでしょうか、わかる？今暗いからあんま見えへん。今日は肉の日、12月29日肉、肉の日に近江牛の専門店お見えに行きます。そしてエミルちゃん初日お披露目。そう、日頃から超お世話になってる大蔵省の親戚のおばちゃんと、めっちゃ混んでるね。ようやく今日初対面ということで、琵琶湖も荒ぶってるわ。思ったよりあんま可愛くない言って急に支援止まるかもしれないけど。ない？邪魔ない？なんかね、ちょっと。はい。本当や、すごい狭い。なんで？言うた言うた。増えるって言うた。増えるって言った。あれ、おばちゃんも？おばちゃんトイレトイレ。エミル、おばちゃん、念願の長澤のおばちゃんですわ。いや、かわいい。エミルちゃん、はい、3人目妹だね。はい、はい、3000円。はい、3000円。はい、ありがとう。誰や？グランパ、グランパ、グランパ。めっちゃパンパン、めっちゃ重い。早せーって。1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。はーい、おいしょ。おばちゃんもずっとありがとう。おばちゃんもありがとう。マリエも1年間頑張った。この1年は頑張った。ほんまやな、頑張った。1年の最後に頑張った。焼きますね。そうやん、あの一番さ、この網の前にさ、ほんまや、炎かかってる。夜間決まってる？うん、うならない、いつも。お花出てる？ちょっと待って、お花は出てる。花は出て、お花は出てないんじゃない？おならが出てる。おなら？おならはよく出るよね。ね、ね、ね、なんか入れるままに。ありがとうねーって。腕死なん、そのやり方。死ぬ。絶対腕死ぬと思う。こう見て。だってこの子が欲しがって泣くから。で、顔見てあげたいんだよね。あー、なるほどね。うん、ミントさん。ミント。ミント。犬使いのカヌア君。かわいいね。新品もらったおばちゃんに。あ、うまや、もう新品っていうぐらい硬い。ちゃんと中に入ってるのティッシュだった。でも新品残してる意味はようわからんけどな、ほんま。うまやね、なんか多分買ったけど、なんかどうやって使うんやろこれって思ったからやめたんやって。もうんでいる人っていう、家族一斉ライン、早いもん勝ち、争奪戦。ペット。かわいい。エミルの哺乳瓶入れにします。やばいよ。ちょ、マジで。もう、今年も終わるから。バリカンするか。バリカンせえへんか。悩んでね。うん。やっぱ、でも新しい新年やからな。
いいの。うん、新しいことしようや。行っちゃおうや。いいねんな。行っちゃおう。だからもう髪の毛もさらにワントーン明るくして。めっちゃ変やった。笑うたろ。少し。あ、おめでとう。今年もよろしくね。おめでとう。フレロも寝てる。かけました。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。頑張ろうね。うん。